やってまいりました。やってまいりました。定期的に来ます。うちらってそのダイエット頑張るって言いつつ痩せれてないみたいのが伸びるんですよ。そうだね。だからダイエット気合い入れるためにお寿司来たとかどうですか今日。そうしよう。だから、まあ、今日は気合い入れるために一回お寿司食べようよ。そうそうそう。よくわかんない理由で食べてるんですよ。食べようや。食べようや。ナゲットうまい。全然なんか、うん、お肉。うん？すごくない？おいしい。何？何？顔についてない？ついてない。あ、透明、半透明みたいなのが出てきた。ね、てかスイッチ届いたよ。熱い。え、いつ？今日？スイッチ届いたのはちょっと前なんだけど、開けたのは昨日で、3時までやっちゃった。え、もう届いてるのあれ？スプラトゥーン。それは今日の朝届いたんだけど、なんていうの？無料ダウンロードできるさ。あ、はいはい、え、フォールガイズわかる？わかんない。え、わかんないか。ホールガイズなんかいっぱいいっぱいこうやってキャラクターがいて一斉にスタートして最後の一人に残るやつ知らないか、ね、めっちゃおもろいからこっちが先にスイッチデビューしてんの何悔しいのも何なんかうちだってやりたいのに買いなようちはゲームで言ったら、うん、スイッチは結局買わずになんか急に LINE のトークの上に最近ニュースみたいなの出てくるじゃん、うんうんうん怒ったんだニュースみたいに出てくるじゃん、うん、そこになんか不思議な生き物を育てようみたいのが出てきたの、うん、でしかもそれも LINE の中で育てられるっていう何それよくわかんないやつがあって、うん、なんかまあ要はたまごっちみたいなことだったの、うんうん、蓋を開けてみたら2秒で消した餌をあげて遊ばせて消したうちもゲームできないんじゃねって思ったもんその瞬間びっくりだよ急になんかたまごっちはどうたまごっちは充電しろって言われてからやってないで私もさよなら告げられてからやってないうんさよなら2回目来ちゃってえでも今日持ってきたかったよ持ってきたかったでもムクタの日は意識高まんのえ分かる分かるそうそうそうやばいどうどうどうムクもやってんじゃないって行くんだけどやってないからうちも多分やんないんだよねほんと向いてない。ダメだ。約束しよう。はい。なんか約束しよう。やるよね。よくやったわ、こういう約束。じゃ約束しよう。今日帰ったらたまごっちやる。やった。約束ね。で、帰ったらスイッチ買う。でかい。でかいやつ。うちは結構でかい約束させる。4万ぐらいするのに。4万の約束させられた。しかもうちも何も気づかず。うん。今買うとか言い出して。何これでもねスイッチは買うえマジであったらいいあの普通に楽しいあのおー大丈夫ですか違えるから大丈夫だよムクってそのさゲームハマれる人間だよね多分えそうなのかな本当うん私結構上目指したいと思ってるああんたならいけるよ本当その時はうちがスポンサーになってあげるから大会でも出なあれどこどうしようムクが実況チャンネルやりたいとか言い出したら結構全力で背中押しちゃうかも押してくれんだそうおもろいじゃんと思ってめっちゃおもろくなるめっちゃおもろいよだからやらせるやばいえそういうのやる絶対つまんないんだけどね、うん、だ身内がおもろいだけのおもろさなんだよねいやそういうチャンネルやりたいその身内がおもろいだけでいいっていうその再生とか気にしないチャンネルやってみたいやばそうだよね何やるんだろうえなぴなんだろうねうわなんだろう泣くでうちねでもだから結構ソファで寝落ちしちゃったりするでしょうんその絵なぴなんでバレてんの収めてなんでバレてんのそこまでいやだって寝るのが好きは言ったけどそこまで話したことないもんね、うん、なんで分かったかっていうと、うん、そのエナピンチに泊まりに行くとまあ私はさ、うん、泊まりに来た人だからさベッドじゃないところで寝るじゃん、うん、それは分かるけど、うん、エナピンはもうソファで寝るのよ普通にうちは誰か泊まりに来たらでそこと一緒にソファに寝るとかないのよ絶対ベッド行くもんそっかなんてこっちゃないんでしょなんてこっちゃないよえそれすごいんだけどえなんてこっちゃあんのなんてこっちゃありまくるえだってベッドの方が確実にいい睡眠できるんだよえ、わかるよ、うん、わかるけど、うん、例えばここまで行く時もある、うん、うちは基本的に私服でベッドに寝っ転がるのがあんまりできない、うんうん、からソファーで結局ちょっとゆっくりしようで寝ちゃうっていうのがあるんだけど、うんうんうん、ちょっとゆっくりしようでベッド行く人もいるやん別に、うんうん、その違いかなとも思うけどでももう寝れるっていう状態の時にベッドで寝ることがだるくてソファーで寝る時あるそれがわかんないだってじゃあ例えば2階とかでねベッドが2階とかでめんどくさくてはわかるああそうだねそれはうちも実感の時あったけどソファーとベッドと窓なりで窓なりようちはわかんないなんで観葉植物1個挟んだだけの距離だけでしょ
扉も何もない。なんでだろうね。なんか、うん、もう気持ちが入っちゃうんだよね。どういうこと？え、何が？気持ちが入るっていうのはどう？気合が必要なんだよ。なんか、よし、ベッて行くぞっていうこの。え、じゃあ普通に今どんぐらいの割合？半々ぐらい。マジ？うん。え、なんならうちも別にカーペットで寝てる時もある。びっくりするぐらい。おかしい、おかしい。多分寝るぞって意気込んで寝ることが向いてないかも。いやもう分かるよ、寝起きがいいんだよね。分かる分かる。大学院ママ頼もう。それある。あ、早いんだけど大学院ママ。絶対カチカチじゃない。大丈夫？ちょっとチェックします。こちらが。チェックします。分かんない。間違えたよね。ダブングルってことをちょっと無視してみたいけど。正解かも。正解かも。早かった。あー迷う。ハイマンゴミルクやば。2個頼んでもいい？いいんだよ。ハイマンゴミルク頼んでみよう。待って、うちが言ったことも全然聞いてないやん、この人。やばって言ってたよね。言ったよね、うちね。言って聞いてたよ、普通に。なんで今すごい初見みたいな言い方になったの？え、なんか違う。あ、美味しそうって思ったの、2段階で。なんでそんな走ってんの？これ必要だな、もう。聞いてるよ。あね、ルカの聞いてるやっぱね、人の聞いてるとちょっとより浅いのよ、だいぶ、うん、でもね、これを直そうと思ってももう直せないことは私は知っているの。なんなら別にうちはもう悪いことだとも思ってない。うん、一回言ったじゃんとは思うよ。思うけど別に悪いことだと思わなくなった。うち別に耳に入ってんだけど。違うんだ。耳には入ってんだよ、うん、それも知ってるうち、うん、耳には入ってるけど脳に入ってなかったら聞いてるに入らないわけ。それだ。みんなが一回その話してたし、みんなが一回言ってたのに、え、これってこうなんだとか言い出す。なんか言ってたじゃん。別に困ってないよ、うちらは、うん、そこでもう一回説明しなきゃとかっていうわけじゃないんだけど、うん、言ったじゃんっていうのはあるわけよ、みんな。一生分のごめんね。すごい、ずるいな、それ。ずるいな、それ。あ、びっくりも忘れてたよね。うん、やばい。待って、なんでそんな溜まってんの、オタク。なんか怖いよ。オタクめっちゃ溜まってんだけど。オタクめっちゃ溜まってんだけど。あ、来たよ。お、いけいけいけるいける。あ、待って、言いたいことめっちゃあるかも。すんごいチープでいいね、この映像。めちゃくちゃさ、もううちらでも撮れる。撮れるの。しかもちゃんとさ、あ、行くぞみたいな、このくら寿司のよくある、あなたがもう一回やってからハズレを何回もこうリピートしてみたいな感じ。うちらもやりたくない？やりたい、やりたい。マジで夢一個できたってことはある、ね、あ、じゃあこれ、うちはもしやるとしたら、エナピーが夜ソファーで寝るかベッドで寝るかみたいな。で、ベッドで寝たら当たり、ソファーで寝ちゃったらハズレっていう、そういう映像作りたい。うち、それさ、動き少ないね。ってこう入ってる感じとか全然なしで、もしもこれ見てるだけだから。あ、うとうとしてきたよ。あ、あ、ちょっとベッド行った？とかね。なんだそれ。結構良くない？どうでしょうか。夢増えちゃいました。お願いします。ということで、今日はくら寿司に来てご飯を食べました。はい、いい日だったね。じゃあ帰ったら約束覚えてるね。なんかついてる。帰ったら約束覚えてるね。やばい。せーの、たまごっちやろうね。で、スイッチ買うんだよ。わー、やべー、うちゃん。改めてやべーかも。せめて帰ったらじゃなくて、一緒にいるときにしてくんない？なんでダメそうなの、それ。なんでダメなの。いいやん、別に一緒に。じゃあ、いつか僕のチャンチャラチャンチャラの実況が来る日が来るかもねーって思った人はチャンネル登録、高評価、コメントもらってください。よろしくお願いします。次の動画も見てねー。せーの、おやすみ。